さあ続いては関西中部の連合チーム。はい、変わった名前ですよ、はい、何それ怖い。なんか違うみたいですよ。なんかイントネーションが、大丈夫、イントネーションがダメ。はい、チーム名何それ怖い。一緒よ。リーダーは、はい、名前はスコヤカです。スコヤカ、嘘つけ。嘘や嘘や、絶対嘘や。今日5人いるけど、あとはまだ全部いるの。いや、こんなです。大体コロってさ、フルメンバーどころか、ちょっと借りてきたとかでも多いんだよね。本当、本当メンバー来るの。本当違うんだろ、いつも。FF 初めて乗るんじゃねえよな。いや、違います。いや、今日初めてかもしれません。ちょっと待って、ちょっと待って。怪しくなってきたぞ、おい。怪しいね。お前、普段何乗ってんの。BM です。 BM 出た。 FR 車見ようじゃん、うん、ここ何それ怖い。怖くないよ別に。あ、アドバンテーマだ。 FF にはさ大人気なんだ ね、 ね、フロントタイヤが。オートマだこれ。これ誰、はい、なんでもいいの。もう何でもっていうか、何でもいきなり電話かかってきて、うん、ちょっと待ってよ。なんかこういう気怪しいぞ。いきなり電話かかってきて何て言われたの。ピンチヒッターだろ。イカ店に出ろって言われて、うん、近所のおばちゃんから借りてきてこれを昨日の晩から始めました。ほんまです。本当なの、はい、怪しいぞ。次これは、これ怖い。何これ誰、何これ、これちょっと何これ、何これ、怖い。これ何これ、鉄骨が寄せ捨てあるよこれ。どうしたのここ。何これ、補強って。鉄骨同士は寄せ捨てるけど、うん、車にはさほどしっかり止まってない。何これ怖い。足場じゃ怖い。怖い。これをもらったんです。ノーティーベアさんっていう。これを。あの、うん、愛知の。うん。これをもらった。うん。それどうしてもつけたかった。これをどうしてもつけたい。切っちゃったのお前。屋根を切ってしもて、これつけた。結果としてこの出来は、これは気に入ってんの。これつけなかったんでしょ。これつけなかったんですよ。それでどう怖いでしょ。怖い。いや、あれどうやって引っ張んの。これどうなってんのよこれ。引っ張りにくくないの。これがね、抜群に引きやすい。これなん、これさ、家にある洗面台の下下の方のやつだべこれ。お、何お回ったばい。どうやって引っ張るの。マルピ、それ幸福だけでしょ。で、これなんか動いちゃうのは。いや、動くのは良くないです。あ、良くない。次行こう、これ。あ、出たワゴン。はい、これ何？サポートワゴン。これ分かる。うん。あ、これ何これ？それ、レーシングカートのシートです。3人乗りなんで。これ、ちょっと待って。3人乗り？3人乗り？メーターすごいよ、これ。このメーター、どうしちゃったの、これ。野村さん。あ、剥げてんじゃないんだ。あ、それラップ塗装です。どうなのよ、それ。座れるよ、これ。すごいね。これもやっぱちょっと何それ。怖い。怖いだよ、これも。さ、次、これ。これミラー？ミラーです。もしかしてこれは本バイオのリアタイヤ？今回の。え、いくらすんのこれ？これ8本で2000円でしたね。え、安いね。ホイール付きで。っていうか、はい、売ってるんだ。あの解体屋さん。解体屋で。さあ、あそこに2人座ってますが、あそこ危ないよ。何台か行ったよ、まあ、あそこ。ひっくり返るな後ろにあれ。まあ、それも見たいですけどね。見たいがいいね。ほっときましょう。ほっとこう。あのまま。大丈夫、大丈夫。さあ、何それ怖い。一番怖いやつ、鉄拳11番の平原たけし。お、柔らかく。いいですよ。これリーダー意外にさ、つまんない乗り方するよな。うまいんだけどさ。もうこれ予選会とかじゃなくて、全国大会でしょ。そうだよ。やっぱりね、ドキッとするもんがね。それ。ないと。ないと。命より。店舗タイヤ8本2000円の人でしょ。あ、そう。酔ったら誰でも食えます。バカですね、本当に。お、いいじゃん、いいじゃん。お、なんかこけそう。お、危ない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 。面白い、面白い。面白い、面白い。続いての登場、ゼッケン13番の横井隆二。来たー、決心入ー。あー、危ない。いいぞとこ突っ込んじゃえばよかったのに。意外と同時方ですね。 あいつら同時ねえんだよな、はい、あのね、土手行ったのはまあしょうがないですもん、はい、その後の土手から帰ってくるとこジャンプ、ジャンプ。俺も100点お100点俺も100点にしよう。やっぱり300点100点続いてゴールドの、これアコードワゴンかな。ゼッケン14番の西内義人。おこの角度はいいっすよ。角度付けの
続いてゼッケン15番の森谷明宏。これ初めてやったね、F 撮り。今日初。お、でもできてるよ。勢いはあんだよ、これ。ちゃんと見込み。いいかも、いいよ、いいよ。いいかも、いいかも、いいかも。惜しい。皆様、FF ヒーロー、クロスアウト。私のお稲荷さんだ。気持ちいい。おさあ、続いてはこの辺から集めてやってきたんでしょうね。みだらな FF ヒーロークロスアウ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 、ね、それは私のお稲荷さんだ。みだらな FF ヒーローですよ、ねね、じゃあ見てみますか、うん、だいぶね、さっきからね、車がね、楽しくなってきたね、うんうん、アドバンネオバ古いよこれ205。それも林ストリート。で次これ、ね、これレンタカー、レンタカー、ただいま入りました情報によりますと、はい、この車のオーナーはあの何それ怖いの健やかさんの車だそうです。あ、これ健やか、なんか言うだこれ前のか、またこれだよ、出た、これ見ると健やか号だこれ。ねえ、本当や。トラクションアップするためにトランクにマル秘チューンしたんですよ。トラクション上げなきゃいけないの、まあ、ちょっとトラクションアップ見せて、 FM0、だってさっきからさ、あいつがいないもん。トラクションアップいたー、ほらだいぶ待ったやん、おみどりさんだ。まあいいや、いいやもん、はいはいはい、うん、これもまあ、乗っけてこの後走ってください、うん、走ろう、全然、ね、まあそしてこれ、マーチ、こういう車でディレイしやすいよね。これかっこいいね、うん、あ、これ、そう、そう、N2 キットでしょ、これ N2 キットですよ。そうだよね、うん、人気ないよね。フロントはネオバがいいの、ね、ネオバしかないんです、このサイズが。なるほど、なるほど、ね、幅広いんだ。175、60、14、これは生きてんの、これ死んでます、あ、やっぱりです。飾りなんだよね、これ。ブルーバード U いくつとかってやつだよね。 U14、 そう、詳しいね、マナティ。いや、俺車詳しいんだよ、車が綺麗やね、しかもね、これさ26000キロこれマニュアルあるんだ。いや、オートマです。あ、やっぱり26000キロ、走行距離少ないから、うん、中とかも綺麗だね。いや、これまともじゃない、うん、まともまともっていうか、綺麗よ。さあ、村松博之、おお、かっこいいね、いい角度、いいね、振り返し、うまい、うまい、うまくね、うまいんじゃないですか、これかっこいい。マーチがあんなにかっこよく見たことないね。さあ、ブルバード、さあ、ゼッケン17番の高橋拓也、長い、いい、ライン取りがいい、早いんだよね、そう、ライン取りがいい、いいライン、いいライン、いいかも、早いよ、早いよ、サイドの使い方もうまいよ、これうまくない、出た、もうそれ以前にこれ100点入ってんだよ、ほら、ほらほらほら、本当や、高橋拓也リアルにうまいね、上手。さあ、続いてゼッケンチャンスパー、入船秀和、うん、あー、うまいよー、だ入船消えた、はい、アウト。さあ、来ました、早川博之、マーチ、いい角度、いい角度、いい角度、惜しい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 、もうちょい、もうちょい、惜しい、もう、あー、惜しい、いいとこだな、あいつら見切ってやんな、ちくしょう、川崎にあれを飛ばしてたら90点、いや、もう90点超えてますね、これはもう、ね、続いてはゼッケン20番の竹村大志、あ、来ました、アコード一筋9年目、もうかっこいい、いい感じ、さっきのゴールドのアコードよりいいぞ、かっこいい、かっこいい、お、お、うまい、うまい、うまい、きれい、きれい、姿勢がいいのと、うん、車かっこいいね、横向いてくるとあれ、なんか ね、長くて、 SF 最強連合軍よみがえれ、東日本変身ちゃん、やったやった、イカ天出場、よみがえれ東日本不死鳥、ここ、東京、埼玉、福島、栃木、群馬、F取り最強連合軍、イエーイ、長い F 取りをやるキャラクターがどんなものか、うん、相当変わってるというところ、集大成、集大成、だいたいこの辺がもう日本の FF 界を引っ張ってきた男です。なるほどね、はい、ね、いや、もうこれはあの、もう野村さんのもうね、苦労の会ありましたね。俺の苦労じゃない、野村さんなんだ、FF 共にもう歩んできたじゃない、なるほど、もう声優なんだ、声優で言う、知らない知らない、なるほど、野村さん、あの、密かに FF を引っ張ってきたんだね、まあ、はい、はい、なんかそんなことに、実は D1 じゃないんだね、うん、車見ようもう、車、はい、見たことあるよ、これ、
これカリーナですよ。カリーナ ED です。いや ED、 そうそう ED、 カリーナ ED なの。あ、そこに何かあるんだ。違うな、カリーナ、そうカリーナとカリーナ ED は違う、違う、全然こだわり、そう勃起紹介とか言われてますけどね。あこれで来てないよね。いや来ようと思ったんですけど禁止令出されちゃったね。はい、竹槍にもアドバンテよ。なるほど、ねえば2人2人、これ後ろ、後ろよこれ、後ろよこれ、後ろ、さすがリーダー、こんな細いタイヤを剥がれんバイト。次これ、はい、カローラレビ101トイチ、これ 4AG だっけ。 4AGZ、 あ、これスーチャーなんだ。 4AGZ といえばね、俺は相当愛着あるからね。昔に乗ってたね。あ、そうか、それに乗っけてたから、うん、懐かしいぜ 4AGZ。 おー、いいじゃない、いいじゃない。次スイフト、これはまずパーツがそんなにない方のスイフトだ、うん、あ、これはね。で、F 取り歴は2、3年ぐらい。2、3年、はい、2、3年やってるとこうなっちゃうの。ええ、こうなりますね。いやいや、こうなっちゃう。え、昔は違ったんだ。昔はもう全くドリフトもやってなくて、で、こんなんじゃなかったんだ。なるほどね。で、こんなんはこんなんです。あ、こんなんは変わんないんだ、はい、素質はあったわけだ。ええ、なるほど。今は性に合ってんの。そうですね、もう、はい。さあ、来ましたよ、中村氏。中村です、日本のリーダーですよ。中村なくしては F 取り会はなかった。おー、かっこいい、どうだ、いけ、いい、やば、遅い。F 取り歴20年ですよ。20年やっとるんですよ ね、 ね。言いにくい感じですけど、はい、なんですか、あんま上手じゃないですね。ちょっと待ってください、はい、彼が F 取り、日本の F 取り会を、はい、引っ張ってきた、引っ張ってきた、はいはい、牽引者です、はいはい、彼神ですからね、はい、神、それを踏まえて言ってくださいね、はい、大丈夫ですね、はい、がっかりさせるようなこと言わないでください。 あまり上手じゃないですね。やめなさいよ。さあ続いてデッケン20番佐藤秀幸。もう全然こっちの方がいいですよ。いいね、おいいね、折り返しポイントいいね。かっこいいかも、うまいかも、あ、俺うまい。でもやっぱり中村氏は、はい、ちょっと待ってくださいよ。中村氏は今日25人全国から集めてきたのは彼ですからね。なるほど、はい、一旦一旦ハンダ見ましょうか。ハンダを、はい、およくなった、いいよ、いいとこ通ってきたでしょ、いいとこ、繰り返せ、あ、悪くない、悪くない、いいね、おいいじゃん、来たじゃん、すごいひじめいたけど、来たじゃない、来たでさ、はい、そう、中村氏なんだけど、はいはいはい、はい、彼がなくては、うん、日本で F 取りをやるっていう人は、うん、ほとんど減りましたからね、うん、逆に増えたぐらいですからね。それを踏まえていってくださいよ。ぶっちゃけね。はい。あ、ちょっとあれ。ぶっちゃけ。みたいなぶっちゃけが。さあ、金子つばさ、足引く。いいかも。あ、遅い。ちょっと遅い。ポイントが遅れた。繰り返しが。まあでも基本できとるね。いいね、いいね。彼なんかは中村に憧れ、中村にやっぱりこうついていこうという。なるほどね。それは運転じゃないとこだよ。運転じゃねえんだ。え、そうするとたゆちゃん運転はどうだっていうの。うまくない。やめなさいよ。さあ来たよ、来たよ、来たよ、ほら25番の中原セクト、すごいスピード来ましたよ。引いてんだ、あれ引いてんだ、サイド引いてんだ、引いてんだ、あれよ。これで決定。中村だから頑張ったじゃないですか。中村あってのチームですからね、どういうことになりましたか。